ではチャネルとポンプとあとは少し難しい輸送体について解説しますまずはチャネルから見ていきます決まった物質だけが通ることができるトンネルのような働きをするタンパク質それをチャネルと言いますチャネルによっては開いたり閉じたりすることができます 物質の濃度が高い方から低い方に物質がチャンネルの中を通って移動しますポイントはここでの輸送は受動輸送だってことこです。濃度勾配に従った輸送ですこれは発展ですがチャンネルっていうのは刺激によって開いたり閉じたりすることができます その仕組みはまだ完全には解明されていませんが、細菌のチャンネルなんかがよく研究されています。このスライドに示してあるのは、その細菌のチャンネルが開いたり閉じたりするときのモデル、イメージ図です。次にポンプを見てみます。有名なのはナトリウムポンプです。ATP のエネルギーを使ってナトリウムを細胞外に組み出して、逆にカリウムを細胞内に取り入れている。それがナトリウムポンプです。 こういったエネルギーを使った輸送を濃度輸送と言います。ここでは ATP のエネルギーが使われていますね。さて、最後に輸送体を見てみましょう。輸送体は、受動輸送にも関わるものもあるし、濃度輸送にも関わるものもあります。まずは、受動輸送に関係する輸送体を見てみます。このような、受動輸送に働く輸送体。 物質の濃度が高い方から濃度が低い方に物質を受動輸送する、ね、そんな風に働いていますついさっきチャンネルも自動輸送だって学習したよねチャンネルと何が違うかっていうと輸送体の場合はここに輸送する物質とぴったり結合できるスペースが用意されていますまるで酵素の活性部位のようです そしてこんな風にそのスペースに結合した物質を反対側に運ぶのです。こんな風に輸送体は2つの状態を取ることが非常に特徴的です。そこがチャネルと少し違います。まずこれが状態1。そしてこれが立体構造の変化を起こした状態2です。輸送体はこの輸送する物質と 結合すするススペースがありますそして今回これ立体構造の変化を起こしてこれ下に開いてるその時にこれ上は閉じてますこれね下が開いてる時はこれ上は閉じてるっていうふうな特徴が輸送体にはあります逆に上が開いてる時はこれ下が閉じます一方チャンネルは確かに閉じたり開いたりするものすごい速さで閉じたり開いたりすることはあるけども 基本的には何か物を通すときに上から下までトンネルは貫通してますそこが輸送体と違うところですそんな違いがあるもんだからこんなふうに縦軸に輸送速度横軸に輸送される分子の濃度をとるとグラフが違ってきます発展的な内容ですがこれ酵素のグラフをしっかり勉強した人はこの赤いグラフと 酵素の横軸気質濃度、縦軸反応速度のグラフがすごく似ていることに気づくと思います。実際輸送体による輸送の速度が頭打ちになるのは、輸送体が輸送される物質ね、あの輸送される物質で飽和した状態、つまりえっとまるで酵素の活性部位に気質が全部埋まっているような状態とすごく似た状態。 輸送体の輸送する物質と結合するような場所にすべてそこに輸送する物質が結合している状態そんな時に最大速度になると言われています酵素の,のグラフでいうと VMAX ですね酵素のグラフで横軸基質濃度縦軸反応速度のグラフを書いたときになんで頭打ちになったかなんでグラフが頭打ちになるかすごい高い基質濃度ではグラフが頭打ちになってそれ以上速度が上がらなくなるかっていうと その酵素の活性部位に基質が全部埋まっているような状態酵素が本当にもう限界まで全員が働いている状態そういう状態になるからだよねつまり受験的に言えばすべての酵素が酵素基質複合体になっているからあの速度が頭打ちになるんだよね今回も同じようなことが起きているんですこの,輸送,体の輸,送する輸送体が輸送する物質と結合するその部位 その部位に全部その輸送する物質が埋まってるそんな状態になってるのが最大の輸送速度になっているときですここが VMAX ですね V っていうのは速度のこと一番速くなった時の一番輸送速度が速くなった時の輸送速度を VMAX って言いますこの VMAX 何で決まってるのかっていうと輸送体ってさっきこう上に開いた状態と 下に開いた状態がこう切り替わっていくって言ったじゃないですか。その切り替えの速さがこの VMAX に反映されているというふうに考えられています。では次に濃度輸送に関わる輸送体も見ていきましょう。今スライドに示しているのは強輸送体と呼ばれる輸送体の一種です。強輸送体を説明する前にまず赤いボールを見てほしいんだけど赤いボールって 上の方にいいっぱいあるよね。一方、青いボールは下の方にいっぱいあるね。この輸送体は、上にいっぱいある赤いボールが下に流れ落ちる。その勢いを利用して、青いボールも無理やり下に輸送してしまおうって、そういう輸送を行っているんです。こんな風に赤いボール、赤いボールが濃度の高い方から低い方に あたかも流れ落ちる、その勢いを利用して、この青いのを無理やり下に押し込んでしまおうっていうような輸送を行っています。少し注意しなきゃいけないポイントですが、この輸送も能動輸送って普通言います。大学では二次的能動輸送なんて言われるけど、このさ、 赤いボールが上の方にすごい溜まってる勢いを利用して、青いのを下に無理やり押し込むっていう輸送じゃん。で、赤いのがなんで上にあんだけ溜められていたか、こんな濃度のアンバランスが生じていたかっていうと、あれは ATP を使ったポンプによって、ATP を使って赤いボールを予想するポンプによって、赤いボールがあんなふうに上に多く保たれていたんだ。だからこれ この減少自体この輸送体の減少自体には ATP は直で関わってこないけどでもその背景には ATP を利用した輸送があるんだよねだからこれ間接的に ATP のエネルギーを利用していることになるんですねだからこの仕組みは濃度輸送に入るんですね ポンプが ATP のエネルギーを使って赤いボールを溜めておいてくれる。で、その溜まった赤いボールが流れ落ちる勢いを利用して青いボールを無理やり運ぶ。間接的に ATP のエネルギーを利用しているので、この仕組みも濃度輸送の一つだっていうふうに考えるんですね。最後に難関台でよく出る輸送体が働いている場面、ね、その一例を見ていきましょう。これ、と、この 上のこの空洞が小腸です、す僕たちが食べた食べ物がそこを流れてくるわけです。で、このなんかお椀型みたいな、このご飯を装うお椀みたいなのが、これが細胞です。小腸吸収上皮細胞。で、下には毛細血管があります。で、俺たちは何をしたいかっいうと、この青いボールがグルコース。で、この赤いボールが、これが ナトリウム、で、俺たち何がしたいかっていうと、この青いボール、このグルコースをこう吸収してで、最終的にはこう血管に持っていきたいんですよね。その仕組みが結構明らかになってきたので、テストによく出るようになってきました。まず、この緑のやつはナトリウムポンプ、これ、これはナトリウムポンプです。 ナトリウムポンプがナトリウムを atp のエネルギーを使って外に組み出します。ちょっとカリウムの移動は書いてません。このナトリウムポンプがナトリウムをじゃんじゃん細胞の中から外に組み出してくれるので。細胞の中のナトリウム濃度はすごく低くなっています。なので。細胞の外の方が細胞の内側よりもナトリウム濃度が高くなっています。 そして次に、この名称は覚えなくていいですが、ナトリウム、グルコース、強輸送体という強輸送体、さっきやった輸送体の一種が、ナトリウムが細胞の中に流れ込む、その勢いを利用して、一緒にグルコースも細胞の中に無理やり移動させてくれます。そのように、グルコースが無理やり細胞の中にどん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 押し込まれるものだから、 細胞の中のグルコース濃度がすごく高くなりますそしてここにグルコース輸送体が設置してありますグルコース輸送体はグルコースを濃度に従って濃度の濃い方から低い方にグルコースを受動輸送するそんな輸送体ですそして最後グルコース輸送体によってこう血管側に受動輸送で輸送されたグルコースは単純な拡散によって血管の中へ入っていくわけです じゃあちょっと難しいから最後に復習しておきます。まずナトリウムポンプが細胞の内側から外側にナトリウムイオンを組み出します。それには ATP のエネルギーが使われます。そうすることで細胞の中のナトリウムイオン濃度が低く保たれることになります。そしてこの細胞の,この上に設置してあるこの輸送体がナトリウムイオンが細胞の中にこう流入してくる。その勢いを使ってグルコースも 細胞の中に無理やり輸送する、ね、そんな輸送を行いますで細胞の中にどん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 グルコースが溜まって細胞の中のグルコース濃度がすごい高い濃度に維持されることになりますするとこの細胞の下に設置してあるグルコース輸送体が細胞の中から外にグルコースを受動輸送するわけです注意してほしいのはこれは血管側にね血管のある方にグルコースが出ていくことになります こんな風にナトリウムイオンとグルコースを一緒に運ぶような輸送体は象徴側に、そしてグルコースをその濃度差に従って受動輸送するような輸送体はこの血管側に設置されているんで、グルコースがこう血管の方に移動するっていうような仕組みになっているんですね。これうまくできてますね。そしてこの、えっと、ナトリウムポンプ、ナトリウムポンプは この細胞の下の方とか、ね、あとまあ細胞の横の面、実はこの,あの、えっと、グルコス輸送体も、ね、細胞の横の面とかに設置されているけど、この下の面とか横の面に設置されています、そして、えっと、最後、この密着結合っていうのは、細胞と細胞を本当にぴったりくっつける形式の結合で、この細胞と細胞の隙間からわけの分かんない物質が入ってこないように、ね、細胞と細胞の隙間をぴったり、えっと、閉じる働きをしています。 では少し難しかったけどチャネルとポンプとあとは輸送体の話でしたねもう一度復習してみてください。